福山市友町沖を走る勇壮な船団。近くには観光客を乗せた観覧船がついていきます。観光タイ網はおよそ390年前の江戸時代から伝わる縛り網漁法と呼ばれる伝統的な漁を再現したものです。網船と呼ばれる2隻の船が左右に分かれ網を広げ、円を描くように網を小さくしながら魚を囲い込んでいきます。漁師たちが大きな掛け声とともに、長さおよそ1500メートルの網を引くと、生きのいいタイの群れが次々と姿を現しました。取れたての新鮮なタイはその場で1匹1000円で販売され、観覧船から漁船に乗り込んだ客たちが買い求めていました。初めてですね、はい。いや、なかなかびっくりしました。こんなに大掛かりな感じだと思ってなかったんで。連携プレーがすごくて、迫力があって、はい、感動しました。みんなが息ぴったりでとてもすごいと思いました。観光タイ網は来月7日まで行われます。